国立遺伝学研究所生命情報 DDBJ センターキュレーターの福田です。本日は次世代シーケンスデータベースを使って公開 NGS データの検索と自分の NGS データを登録するというタイトルで講義をさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日の講義の内容ですが、まずは次世代シーケンサーの簡単な紹介と、次世代シーケンサーから生み出されたデータがどんなデータベースに存在しているか、データベースの種類と特徴を紹介します。次にシーケンサーから生データとアライメントデータをアーカイブするシーケンスリードアーカイブ SRA について紹介します。 DDBJ センターはアメリカの NCBI とイギリスにあるEBI と共同で国際塩基配列データベースを構築しています。登録システムや検索サービスはそれぞれの拠点で異なっていて、それぞれに特徴があります。 NGS データの検索では DDBJ、EBI、NCBI における検索サービスのそれぞれの特徴と使い方について紹介します。最後にDDBJ センターのシークエンスリードアーカイブである DRA に NGS データを登録する方法を紹介いたします。まずは、次世代シーケンサーの簡単な紹介です。DNA シーケンス技術の発展によって、さまざまな DNA シーケンサーが生み出されていますが、2017年に発売されたDNA シーケンス技術についてまとめた論文では、第一世代として従来のサンガー法によるマルチキャピラリー型シーケンサーがあり、第二世代として2005年頃に生み出されたイルミナを中心とした超大量並列型シーケンサー、第三世代としてバックバイオ、オックスフォードナノパワーが出しているリアルタイム一分子型シーケンサーを紹介しています。次世代シーケンサーとは、サンガー法によるマルチキャピラリー型シーケンサーとの対比で、第二世代以降に登場したハイスループットのシーケンサーに対する通称となっています。これらのシーケンサーは、研究の目的やコストなど使い分けられる傾向があり、最近では主にここに示されたよシーケンサーから由来するデータがデータベースに格納されています。このグラフは2016年までの期首を示していて少し古いのですが、次世代シーケンサーの種類ごとに1回で読み取るリードの長さと1段で何ギガベース出てくるかということを示したグラフになります。いずれもログスケールになっています。現在、イルミナのシーケンサーが最も登録数が多く、機種によって特徴があり、スループットの高いハイセクシリーズやバクテリアや、スループットが低くても良いコンパクトでコストを抑えたマイセックなどが多く、出てきています。グラフにはありませんが、さらに出力数を上げた、ノバセック6000は最大出力6000ギガベースとも言われておりますが、これらも最近登録されるようになっています。イルミナの機種は1回で読めるリードは100ベースや250ベースくらいになっていて、ペアードエンドでだいたい500ベースぐらい読めるようになっています。これから最近登録が増えているのが、ロングリードが読めるパックバイオとかソードナノパーのナイオンす。バックバイオの最新のシクエル2で、最長リードが175キロベース以上、オックスフォードナノパーのプロメシオンで最長リードが1メガベース以上も読めるとされています。このようにシーケンス技術の進歩で出力数や1回に読めるリードは増加しており、生み出されるデータも増加傾向にあります。
これらのシーケンサーから出力された配列データは、ローリード、生リードなどと呼ばれますが、一般的にはファスト Q 形式で出てくることが多いです。これは ATGC の延期配列とベースコールの正確性を示すクオリティバリューが記載されたテキストファイルになります。このファスト Q のままでは意味がわからないので、このリードを解析のために処理していくわけなんですけれども、例えば解析したデータがゲノムで、ゲノム配列を決定するには、リードをアセンブルして生み出されたコンティグのギャップを埋めたりして、最終的につながった配列データをファストで保存されます。さらにその配列に機能注釈を追加していく場合は、その配列の遺伝子の情報の位置情報とか特徴を記載したアノテーション情報というのが生成されます。また別の処理として、同じ生物種や近縁種などのゲノム配列をリファレンスとして、そこにリードをマッピングしていくリファレンスにリードをアライメントするという処理があります。人とかマウスだと非常に精度の高いリファレンスゲノムがあるので、よく使われておりまして、このアライメント情報は SAM とかバイナリーのフォーマットの BAM という形で格納されます。BAM ファイルはリファレンスゲノムに対してリードが何番染色体の何番から何番にアライメントしてとか、どの塩基に違いがあってとか、そういう情報が書かれています。その後の解析では、2つの方向性がありまして、マッピングされた RNA-seq などの、リードを数えることによって、遺伝子発現量を測定したりする、あるいはチップ seq などもまあ同様で、その定量的なデータが出てきます。遺伝子発現とかチップ seq の、定量的なデータを機能ゲノミクスデータと呼んでいます。遺伝子発現の定量的なデータとしては、ファイルのフォーマットとしては、TSV ファイルとか、ChipSeq だと U ファイルとか、そういうファイルが生成されます。もう一つは、リファレンスとの違いを、バリアントコールして、どんなバリエーションがあるかを解析するバリアントデータですが、これは VCF ファイルなどで、生成されてきます。このように生物学的なデータには生データからゲノム、機能ゲノミクスデータなど多種多様なデータがあることが特徴で、これらのデータをどうやってアーカイブするかということになるんですけれども、次世代シーケンサーの生リードに適したデータモデルとか、アノテーションがついた配列に、塩基配列に適したデータモデルなど、データの種類ごとにデータベースは分かれています。先ほどの解析のフローに沿ってどういうデータベースがあるかを紹介いたします。まず、次世代シーケンサーから出てきた生リードと呼ばれる、多くの場合ファスト Q 形式の、ファイルと、また少し解析が進んだアライメントデータの BAM ファイルをアーカイブしているのが、シーケンスリードアーカイブになります。日本の PDBJ と、EBI の ENA、アメリカの NCBI が2009年頃から3拠点で運用を開始していまして、それを手分けしてデータを、ここに集中集めています。アセンブルアノテーション付き配列データは DDBJ と EBI の、ENA、NCBI のジェンバンクがアーカイブしています。アノテーションというのは、キャピラリーシーケンサーの、時から、時代からデータが出てきていますので、もう1980年代からアーカイブをしています。で、機能ゲノミクスデータをアーカイブしているのが、DDBJ センターの GEA と EBI のアレイエクスプレス、そして NCBI の GEO です。
アリエクスプレスと GEO は2000年ぐらいからずっと稼働しています。TTBJ センターの GEA は、2018年から運用を開始しています。これらの、データベースは残念ながら、データ交換がちょっと行われていない状況になっています。なお、アリエクスプレスは、研究概要や EBI のデータベースに適さないデータを保管するデータベースとして立ち上げられたバイオスタディーズというデータベースに移行される予定となっています。データのその登録ツールとか、アリエクスプレスで使用したツールを引き続き使用するそうで、セッション番号にも変更はないそうです。そして、バリアントデータは、DDBJ センターでは今ちょっと準備中なんですが、50ベースペア以下の短い辺やスニップ、インデルなどをアーカイブしているのが、EBI では EVA、NCBI では DB スニップとなっています。50ベースペア以上の、構造変異などをアーカイブしているのが、EBI の DGVA、そして NCBI の DB バー、がアーカイブしています。EBI の、バリアントデータのデータベースは、全生物種の、バリアントデータを収集しているんですけれども、NCBI の DBSNPDB バーは、途中でデータを人データに限定することに方針を変更しまして、今は人のバリアントデータのみを収集しています。ですので、人データに関しては、この2つの EBI、NCBI でも、データの公開はあるんですが、人データ以外のバリアントを見たい方は、EBI の、バリアントデータのデータベースを見ていただくような形になります。このように、多くの種類のデータ、関連するデータがいろんなデータベースにまたがって存在するようになったので、それらに共通なメタデータを整理するためのデータベースというものも作られています。一つは、バイオプロジェクトというデータベースで、研究概要に関する記述とか、文献情報やグラント情報をまとめていまして、で、これに対して、アクセション番号を割り当てています。この研究から出てきたその SRA の生データとか、センブルされたゲノムとか、その発現データなどに対して、この共通のバイオプロジェクト番号を紐付けておくことで、そのデータをプロジェクトの単位でまとめるということができるようになりました。もう一つは、バイオサンプルというデータベースで、サンプルの内容を表すデータベースということは、名前からもわかるんですけれども、データに由来するサンプルの生物情報とか、そのサンプルを採取した時の情報とかが詳細に記載できるようになっていて、で、この情報に対してもそのサンプルの単位でセッション番号を割り当てていて、それで、サンプルから取得したデータは、その全て紐付けられてこれですよというのが、サンプルの切り口でデータをまとめることができるようになっています。ここまで説明してきたデータベースの中で、シーケンスリードアーカイブとアノテーション付きのデータベース、あ、アノテーション付き配列データベースである TTBJ、ENA 電バンク、そしてこれらを整理するバイオプロジェクトとバイオサンプルについては、日本の DTBJ と、イギリスにある EBI、そしてアメリカの NCBI で共同で国際塩基配列データベースを INSDC としてデータベースを共同で構築しています。公開されたデータは3拠点で公開されており、例えば DDBJ に登録されたデータは公開後 ENA や NCBI の検索サービスでも検索可能となります。そのため、それぞれのサービスで、
データを使用する、それぞれのサービスを使用することができます。逆に言いますと、ここで示してない、データ、機能ゲノミクスデータとかバリアントデータに関しては、それぞれでデータを収集していますが、データの交換が完全には実現していない状況です。さらに、データベースを大きく2つに分けて、紹介しますと、オープンアクセスのデータベースとアクセス制限データベースという区分もに分かれることもあります。それは、ここまで紹介してきたデータベースは、オープンアクセスのデータベースなんですけれども、そういうのはデータが公開されると誰でも自由にアクセスすることができます。それに対して、個人に由来する人のデータというのは、個人に由来するのゲノムの情報や、その個人の病気に関する情報とか、個人を特定可能な情報を含んで扱っていますので、誰でも自由に利用できることを制限しています。制限する目的で、その別のデータベースで管理しています。それをアクセス制限データベースと言っています。このアクセス制限データベースは、DDBJ センターでは、ジャパニーズゼノタイプフェノタイプアーカイブ、JGA というデータベースで、これは NBT 氏と共同で運営しています。JGA に登録されるデータ及びその利用についての審査に関しては NBDC で実施しており、登録したり利用する場合には研究目的などを NBDC に伝えて、で、そこの人データ審査委員会で承認された人だけがデータを利用できるというような、制限をかけています。このアクセス制限データベースとしては、DTBJ の JGA と EBI の EGA、そしてアメリカの DBGAP というのが今3大データベースとして稼働しています。扱っているデータは、オープンデータのようにデータベースが、データごとに細かく分かれておらず、ここで示した、全てのこのデータの種類が、アクセス制限が必要なデータであれば、全てここに、データベースに格納しています。アクセス制限データベースに関しては、個人レベルのデータを扱っているので、この3極で交換というのがなかなか難しいですので、サマリーデータだけを、今 EGA と DBGAP では、交換しています。DGA はちょっと現時点ではちょっと交換されていません。また違う切り口で、データベースのをまとめた表がこちらになります。大きく分けて一次データベースと二次データベースというのがありまして、先ほども言って、少し出してしまいましたが、一次データベースというのは、研究者が実験データを、データベースに直接登録してくるものになります。DDBJ で運営しているデータベースは、生データの DRA や、コンディション付き配列 DDBJ、で、GA、発現データの GA などは、一次データベースになっていて、僕らの研究者から、データを受け付けています。国内の研究者がデータベースにデータを登録する理由は、一般的にはデータを使ってまとめた研究成果を論文に投稿するときに、ほとんどのジャーナルでは塩基配列は DDBJ に、生データは SRA に登録して、そのアクセション番号を論文中に記載するように義務付けています。DDBJ センターの運用するデータベースのほとんど主要な、ジャーナルに登録先として認められていますので、論文を投稿する際には、これらのデータベースの登録が必要になります。これに対して、二次データベースというものは、一次データベースに登録されたデータを加工して使いやすくしたデータベースというもので、
まあ、別の呼び方といえばキュレーティッドデータベース、ナレッジベースなどと呼ばれていまして、代表的なものとしては FSEC や、アンサンブル、エクスプレッションアトラス、アトラス、ユニプロットなどがあります。これらの二次データベースは、これらを作っている、データベースを作っている方のキュレーターなどが、高度にキュレーションを行っていますので、必要な情報が豊富に分かりやすく、付けられていますので情報が整理されていて、利用者にとってはこれらのデータベースを利用しやすく感じるかもしれません。ここまではデータベースに関して、説明してきましたが、次には、NGS の生データとアライメントデータアーカイブしている SRA を中心に紹介します。この10年で NGS データの量が急激に増えておりまして、NCBI の SRA サイトによると、SRA のデータサイズは2019年時点で36ペタバイト。で、これが2023年には43ペタバイトになることを見込んでいるそうです。アーカイブするのにもいろいろ苦労がありまして、NCBI ではデータをクラウドに移行するなどの取り組みを行っています。それでこの大量のデータをどういうフォーマットで公開しているかですが、登録者からアップロードされたデータファイルをそのまま公開しているわけではありません。まず、いろんなシーケンサーからの独自の出力フォーマットは、一般的なファストQとか、アライメント情報を含む WAN形式などの、ファイルをデータベースで受け付けます。SRA は最初、NCBI が、始めたということもあり、NCBI が開発した SRA ツールキットというものが使って、この受け取ったファストQなどのファイルからアーカイブ用の SRA ファイルを作成しています。に変換しています。そしてアーカイブしています。このアーカイブ用の SRA ファイルは DDBJ、ENA、NCBI で同じものを使用してデータの交換をしています。SRA ファイルというのは NCBI が開発したフォーマットでバイナリーファイルなのでデータもそもそも圧縮されています。また、NCBI の検索サイトでデータをより良く見せるための最適化が行われています。例えば、BAM ファイルから生成された SRA ファイルは、アライメントの情報がインデックスされています。これは例えば、SRA ファイルから配列情報を取り出すときに、一番染色体にアライメントされたリードだけを取り出すとか、クオリティバリューが低いリードをフィルタするとか、そういった取り出し方ができるようになっています。さらにインデックスされているので、NCBI のシーケンスビューアーとか、その直接 SRA ファイルを読み込んで、高速にデータを表示することができています。ただ利用者がこの SRA ファイルをダウンロードしてそのまま使用するというのは使いにくいので、一般的にデータの解析するには、この公共データベースからダウンロードした SRA ファイルは、FASTQ に変換して使用することになります。で、データ公開している、この3曲ですけれども、NCBI は非常に保持しているデータボリュームが多いので、バイナリのこの SRA ファイルにしかデータを公開していません。NCBI の SRA からデータファイルをダウンロードしてきた際には、そのダウンロードしてきた利用者自身で SRA ツールキットを使って FASTQ に、ファイルを変換する必要があります。とか BAM ファイルにも変換ができます。で、そのようにちょっと変換の手間があるんですけれども、DDBJ や ENA ではこのアーカイブ側で SRA ツールキットを使ってこのテキストの FASTQ を生成して、こ
この SRA ファイルと HASTQ の両方を公開して利用者に提供していますので、利用者の皆さんはこの DDBJ ENA から HASTQ をダウンロードすることでそのまま使うことができます。この SRA フォーマットには配列データしか含まれて、いませんで、メタデータというのはここには含まれていない、別に管理しています。でそのメタデータのお話を次にいたします。SRA メタデータの構成はこのような感じで、3つのデータベースにまたがっています。まずそのデータファイルにはその LAN という、これはオブジェ一つ一つをオブジェクトと呼んでいるんですけども、その LAN というオブジェクトに紐づいて、います。でこの LAN を説明する、ものとして実験の情報を記載しているのがエクスペリメントというオブジェクトです。でここにはエクスペリメントにはライブラリーの情報とかシーケンサーの機種の名前とか、そのどのようにシーケンスしたかというような情報をここに保持しています。でこの、配列データを説明するどんなサンプルから、取られた配列データかということを説明するのがバイオサンプルというデータベースで書かれた内容になりまして、具体的には、サンプルの情報、そして生物情報としてのタキソノミー ID などを、管理して、サンプルの情報をここに詳細に、持っています。それが、もう一つ、プロジェクトの情報はバイオプロジェクトというデータベースに、入っていまして、ここでは、どういう目的でこのデータが取られたかということをメインに書かれていまして、具体的にはプロジェクト情報とか研究費の情報、そしてどんな論文でとか記載したかという文献情報をこのバイオプロジェクト内に、書かれています。で、このエクスペリメントというオブジェクトから、このバイオプロジェクト、バイオサンプル、ランというものが紐付けられて、一つのサーレイデータとして、構造をしています。それで、この DRA、失礼、SRA の一つの塊として、プロジェクトには複数の、サンプルやエクスペリメントランがを関連付けることができます。一般的にその一つの、研究データを出すとにはサンプル複数にあることは多いと思うんですけれども、その、このような形でエクスペリメント、サンプル、ラン、それぞれ、複数つけられることができますので、SRA データを見るときにはこのような構成を頭に入れておくと、そのデータを理解することが、のためにこういう構成を理解しておくことが必要になります。それでは具体的にそのどのような、内容が書かれているのかというのをそのオブジェクトの単位で見ていきます。こちらに示したのは、NCBI のバイオプロジェクトでそのプロジェクトの内容を示しています。でこれは、緑以外という回の、ゲノムシーケンシングプロジェクトの、内容を示していますが、まずそのバイオプロジェクトには、PRJ から始まるアクセッション番号プレフィクスを持っていて、その、プレフィクスを持つ番号が発行されていまして、これは、DDBJ で発行した PRJD からなるアクセッション番号です。で、その内容に関しては、でまずここにプロジェクトの概要が、示されています。で、どのような生物情報かとか、論文情報をすでに公開されていればこちらに、示されます。で、これが上段が、プロジェクトの内容を示しているんですけど、NCBI のバイオプロジェクトでプロジェクトを見ると、そのプロジェクトに関連するデータをまとめてここに表示してくれます。ですので、
この関連データをトップレベルで整理して、そのナビゲーションの入り口となっています。具体的にこの、SRA にデータが登録されていればこちらに出ますし、こちらには、論文情報とかバイオサンプルとかこのアセンブリーというものも、表示されます。アセンブリーというのは、まあ、あの INSDC で管理しているデータベースの一つなんですけども、アセンブル配列をまとめて収集しているものですが、まあ、DDBJ などにアセンブルされた配列を登録すると、こちらに情報が流れていくというような形で、独自のセッション番号が振られます。で、この下に SRA データサイズが見て取れます。で、だいたいボリュームなども記載されています。続いて、バイオサンプルですけれども、これは先ほども言ったニトリ以外の生物の情報を示しています。で、上部にタイトルがありまして、で、続いてその生物名、タキソノミーデータベースに登録されている種レベルの生物名がつくような規則になっています。で、パッケージというものが記載されていて、これは生物とかデータの種類ごとにいろいろその説明するために必要なこの何でしょう項目のリストを決めるものなんですけど、例えばこれですと、真核生物の、ゲノムを記載するためのに適したパッケージを使われています。ちょっとすみません、言い忘れてしまったんですが、バイオサンプルに対しては、アクセッション番号は、この SAM から始まる番号が付けられていて、DDBJ で発行したものは SAMD というプレフィックスでアクセッション番号が付いています。で、データのそのサンプルの情報というのは、ここにサンプル属性として属性名と値のペアで、内容が記述されています。ですので、例えばコレクションデート、いつそのサンプルを採取したか、何月何日とかいう書式で書けたり、あとそのどこで得られ、どの場所でとか、その国名とかそういうものも記載することができるようになっています。ここの部分でできるだけ詳しくサンプルの情報を書くことができます。この、属性のセットはいくらでも追加ができるので詳しく記載されていると良いと思います。で続いて SRA エクスペリメントの内容ですけれども、こちらも NCBI の、検索ページで見たときの、画像なんですけれども、アクセッション番号は、なんとか RX というような形で、付けられます。DDBJ と D から始まる番号で、X がエクスペリメントを示すプレフィックスとなっています。でここにアクセッション番号があって、大体のこの実験の配列データの説明が書いてますが、内容としてはライブラリーの情報とシーケンサーの機種がここに書かれていまして、まあ、WGS なのかそのゲノムなのか RNA-seq なのかとかそういうことも書かれてますし、シングルで読まれたのかペアで読まれたのかとかそういう情報もこちらに記載されています。で、このエクスペリメントに関連するバイオプロジェクトやバイオサンプルのアクセッション番号の絵が、表示されて、まあ、NCBI だとこちら、リンクで、クリックすると、まあ、その関連のデータの、内容に飛ぶことができます。で、下の方には欄の情報も記載されていまして、その DRR、欄に紐づくアクセッション番号からその大体何リードあるかの情報とか、何ベース、トータル何ベースであるとか、そのサイズなどがこちらにも記載されます。でこの LAN の、
示されたリンクをクリックすることで、ランの情報を見ることができまして、こちらは、NCBI の、検索サイトでランの情報を見たときの画面なんですけれども、このメタデータというタブの中の上の方にランの情報が記載されています。まあ、先ほど説明したその、ランベースとかな、サイズどれくらいとか、そういうことがまず書かれまして、次にリードの構成があります。これはあのペアのリードなので、リバース、フォワード、リバースの情報がだいたい長さ100ベースで、あるというのが分かります。で、ですね、ここにリードというタブがあるんですけれども、このリードというタブを見ると、その実際具体的なリードの延期配列とクオリティの情報をこちらから見ることができます。でアクセション番号は LAN に対して、なんとか RR 番号、リードの R 番号がついて、アクセション番号が付けられるんですけれども、その LAN という単位に一つ付けるんですが、そのリード一個一個に対しても、この例えばこの DRR244978 っていう LAN 対する番号に、さらにドット1、ドット2というような形で連番で、リードに対してもアクセション番号を振られていくことになっています。でここまであの SRA モデルを、把握したところで、実際のデータベースの使い方やデータの検索方法を紹介いたします。 NGS データの検索は主にメタデータによる検索となっています。で、まずデータに対するアクセション番号が、例えばだいたい論文などを読んでいれば、このデータはこのアクセション番号のここに、で利用できるとか、そういう記述がありますので、そういう指令タ、アクセション番号で、各データベースに検索するという方法があります。また、そういうのもなくて、その自分の欲しいデータ、興味のあるキーワードなどを使って、データを大まかに絞り込んでいくこともできます。例えば、興味のある生物名とか遺伝子名とか、自由に記載して検索することもできまして、でまたその論理演算子を使った組み合わせで、幅を広げたりとか狭めたりとか、そういうこともできます。まあ、検索の、その、これって、まあ、分かる方は使えると思うんですけど、まあ、どういうふうになっているか、ここに表にあるようにその追加したりとか、もっと広げたりとか、あとワイルドカードといってその部分的に一致するものを指定することもできます。あと後で出てきますけど、マウスのストレインの名前が要は途中まで一緒だけど A と B とかパターンがあるときにどっちも取りたいときはこういうものを使えます。でさらにこれをコードに絞り込んだり、項目が分かっていて検索したいというときはアドバンストサーチというものを使うと、もっとより細かい情報の絞り込みや値の設定などができますので、そういうのを使っていきます。でこれらもこの使い方などは各データベース検索サービスでそれぞれ特徴があります。まず、DRA Search、DDB ジェスセンターの SRA の、検索できる DRA Search というものがあります。で、ここからは実際のブラウザで、お見せしていきたいと思いますので、少々お待ちください。こちらが DDBJ センターの DRA サーチの検索サイトになります。まずはセッション番号で検索していきます。セッション番号、ランのアクセション番号を入力してサーチをしますと、ランの情報が即座に出てきます。こちらが、リードの情報になっていまして、右側に、関連の データのへのリンクと、FASTQ や SRA ファイルの、
FTP サイトへのリンクの、情報がこちらから取ることができます。このファスト Q や SRA ファイルのダウンロード方法は、ウェブサイトの方に説明が載っていますので、そちらをご参考いただければと思います。続いて、キーワードで検索することもできます。例えば、新型コロナウイルスのデータを取得することとして、新型コロナウイルスの呼び名が複数あるので、このように3つのパターンのワードをオアでつないで広めにちょっと、検索してみます。そうしますと、結果は割とすぐに表示されて、ヒットしたオブジェクトのメタデータ XML 上での箇所がこのように赤く表示されています。で、フィルターで絞り込みができて、オブジェクトの単位で絞り込むこともができたり、あと今回の場合は、新型コロナウイルスのデータの生物名が、この SARS コロナウイルス2というのが NCBI タクソノミーデータベースで登録されていますので、こちらで絞り込むことができます。この他の生物名が人とかマウスとかメタゲノムの名前が出てきているのは、おそらく新型コロナウイルスに感染した人、感染させたマウス由来のデータなどが含まれているんだと思われますので、こういうのはキーワードでやると数出てきてしまうので、生物名で絞り込むということは、ここができるようになります。DDBJ と一緒に検索を関係が深い DBCLS でも SRA の検索サービスを展開して開発しております。こちらがこちらの、サイトになっていまして、同じようにアクセション番号やキーワード検索もできます。まず、欄の番号で、検索をしてみますと、リアレーサーチと違って、欄の情報だけではなく、その関連の、バイオプロジェクトとか、エクスペリメントの内容、バイオプロジェクトの内容を表示してくれるので、どういうデータであるかということが分かりやすくなっています。また、こちらから、バイオプロジェクトのアクセッション番号で検索することもできます。こちらで検索すると、プロジェクトの内容も、見ることができて、関連のデータも取ることができます。そしてこちらからリンクしている、この SRA とかいうサイトのところは DDBJ センターの FTP サイトへのリンクになっていますので、データの取得もこちらから行うこともできます。次に、EBI のサイトを紹介したいと思います。ENA ブラウザーは、こちらのサイトになっていまして、2020年の8月から、去年の8月から、新ブラウザに完全に移行した、しておいて、で、検索スピードや性能が向上したというふうに言われています。で、対象データは、我々は今、SRA のデータを検索しようと思ってますけど、ENA っていうのは、他のアノテーション付きの配列とかを含んで ENA というデータベースを作っているので、対象データが、ENA で扱っている全データということになりますので、ちょっと検索の出し方が変わってきます。
それでは、まずは、LAN の番号でまた同じように検索をしてみます。こちらに、ステーション番号を入力する箇所がありますので、LAN 番号を入力してビューをしてみます。そうしますと、これは初めの方で示した緑以外の、ゲノムデータに対する LAN 番号を、入力して検索してみました。上部の方に LAN とエクスペリメントの情報を取り出して、載せていまして、で、イルミナのハイセック変革で読んで、ペアードで、WGS でというようなことがまず書いてありまして、で、下の方に、一覧する表が出てきます。で、この ENEBI のこの検索系の非常に良いところは、このバイオプロジェクト、バイオサンプル、エクスペリメントランという関係をこう表にして一覧に出してくれるというのが、良いところで、対応関係がとても分かりやすいです。で、ですね。これだとちょっと一つしか出てこないので、関連のバイオプロジェクトというのをちょっと見てみますと、同じように、上部にはプロジェクトの内容が表示されてきますが、下の方に、そのプロジェクトに紐づく LAN データのリストが、こう、表形式で、表示されます。で、これで、先ほど言ったように、そのプロジェクトサンプル、エクスペリメントらの関係性が、複数に当たってもよく選んでみることができるようになります。これで全体像を、よくわかるようになります。で、ですね、ここの、ショーカラムセレクションというところで、自分で表示したい項目を選択することができます。ですので、ある程度、デフォルトでいろんなものがついてますけど、例えば、こう、ライブラリーレイアウトとか、何かこう、自分の興味のあるものを増やして、スタディタイトルとか増やして、また、これただ、チェックするだけで、こちらの中にぴょこっと増えてくるので、バディタイトルとか、まあ、今回はこの同じプロジェクトを示しているので、同一ですけれども、このような形で自分の目的の、出したいものを表形式で出すことができます。そして、この対応関係の表は、JSON 形式や TSV フォーマット、または XML ファイルでダウンロードすることもできて非常に便利になっております。で、次にキーワードで検索をしてみます。サーチのページから。こちらでもキーワードの検索をすることができます。先ほどの DLA サーチと同様に、新型コロナウイルスのデータを検索してみますと、このような形で、複数のデータベースのデータが、検索されてきます。で、ですので、今回は、生リードデータなどを探したいということであれば、この左側から、目的のデータの絞り込みをすることができます。例えば、ランとランのリストが表示することができます。また、EBI はアドバンストサーチでいろんな項目に絞り込んで検索する機能に優れています。1から5の手順で段階的に絞り込みます。まずは、データタイプを選びます。
今回は NGS データを検索したいので、リード、ローリード、ローリーズを選びます。で、次に進みます。そうすると、クエリを選択する、ところに移ります。で、クエリの検索項目を指定するんですけれども、結構ここが細かく設定することができます。で、このちょっと古い、旧ブラウザーの時よりも、項目がカテゴリーごとに分かれていて見やすくなっています。で、まずここで、生物名で絞り込みをしてみたいと思います。タキソノミー&リレーティッドで、NCBI タキソノミーを選ぶと、タグ名を NCBI タキソノミーに、登録されているタグ名を入れて検索することができます。例えば、稲のデータを調べたければ、稲のタグ名を打っていくと、下に、この候補のリストが出てきます。で、稲というのは、オリザサティバという学名なんですけれども、NCBI タキソノミーでは、このように、インディカグループとジャポニカグループと分けて、その下位のランクで登録されていまして、で登録するときは、可能な限り、インディカグループかジャポニカグループを指定して、生物名として、登録する、ルールになっていますので、そのオリザサティバより下のランクというのを検索対象に含めたければ、このインクルードの下のボタンを押すと、この下位のランクも一緒に、入れてくれるようになります。そしてさらに、この稲の、コシヒカリについて調べたいと思ったときは、ここにルールを追加することができて、こちらを選ぶと&検索になります。それで、この中で、カルティバーというのは栽培品種の名前を、入力する、名前なんて項目なんですけども、ここに検索したいワードを入れて、そしてこれで、ここを押すと、このクエリーの画面に、目的の検索ワードが入るので、これで検索ができます。で、その他にも、例えばこう地理的な情報を絞り込みたいというときは、グラフィカルロケーションと押すと、地図が出てきて、そこで、目的の場所を絞り込むことができます。例えば、稲なの。で日本のコシヒカリなのでちょっと日本のところに地域を絞りまして例えば東日本のデータだけを取ってみたいとかいう場合は、まあ、このような形で絞り込むこともできます。そして、採取日をちょっとここ10年間で取られた稲だけに着目したいというときは、コレクションイベントインフォメーションの中から、コレクションデートというのが指定できるので、ここには日付としてはカレンダーで入れることができますので、2011年1月1日などを選んで、入力できます。ただこれだとこの日限定の指定になってしまうので2011年以降のデータということで指定をしてみます。で目的のクエリーを選びましたら次の画面はなんかこの除外したりこれは入れたりというようなものを指定するところです。でこのフィールドのところで出力したい項目を選ぶことができます。このデフォルトだと、ランのアクセッションとな、記述、結果のディスクリプションタイトルなどしか出てこないようになってるんですけれども、このマニュアリーセレクトフィールドを選択すると、より細かい項目を出力できて、
で、例えばデータをファスト Q ファイルでダウンロードするつもりだったら、ファスト Q ファイルズというのを選ぶと、そのファスト Q の必要な情報をセットで、この選択してくれます。で、他に自分の、表示したい項目を入れてきます。例えば先ほどの、クエリーだと、コレクションデートを2011年1月1日以降ってしたので、その細かい日付を各データに必要だということであれば、ここにコレクションデートを追加してみたり、あと、例えば、得られた組織の情報を知りたいということであれば、ティッシュタイプという項目を選んで追加してあげることもできます。あとはですね、地域を絞り込んだので、どこの地域で取られたかという情報を、知りたければ、このカントリーというところに、地域の国名だけではなく地域の名前も入ってくるので、これを入れてあげます。そして、最後にサーチボタンを押します。そうすると、検索結果が出てきます。で、今回は、1件だけヒットしました。で、このような表形式で、ヒットした欄番号やサンプル番号、それぞれ見ることができて、ファスト Q がペアで読まれたということもわかります。で、コレクションデート、先ほど選んだ項目、コレクションデート、ティッシュタイプ、カントリー、どこの地域で得られたか、具体的な採取日なども知ることができます。それでちょっとこれ1件だけになってしまったので、もうちょっと多くの情報を見たいので、ちょっと一旦この地域と日付のクエリーを削除して、もう一度改めて検索をかけてみます。そうしますと、110件、あ、117件のデータが、見ることができました。同じように表で自分の指定した同じ項目がそのまま保持されてますので、見ることができます。検索結果に関しては、XML や、JSON、TSV などをダウンロードして、保存することができます。続いて SRA の、検索サイトを紹介します。対象データベースは、SRA に全部指定されています。クエリーはキーワードとアクセッション番号、どちらでもこちらの窓で検索ができます。NCBI の SRA はエクスペリメントが公開の最小単位としているので、検索結果はエクスペリメントで、リストが出ることになります。では実際、欄番号で検索してみます。ここでサーチボタンを押します。で、欄番号で検索したんですけれども、欄に紐づくエクスペリメントの情報が、表示されます。そして、右側に、Related Information というのがありまして、で、こちらから論文情報を直接、たどることができます。例えば、こちらの PMC をクリックすると、このデータに基づいた論文情報を見ることができます。続いて、キーワードで検索をしてみます。先ほどもやったように、新型コロナウイルスのデータ取得をすることとして、こちらのキーワードで検索をしてみます。そうしますと、エクスペリメントのリストが表示されますが、
86万件も出てきてしまうので絞り込みたいと思います。左側にファセット検索ができるようになっていまして、例えば一番上はアクセス制限か、オープンかのデータを、選択できたり、DNA か RNA かということも選択できます。で、ペアで読まれたかシングルで読まれたかとか、プラットフォーム何を使って読まれたかとか、ストラテジー何かとか、そういうのをこうクリックすることで選ぶことができますし、おおよその件数もここに表示されているので、どんなデータが登録されているか概要をつかむことができます。そして右側には生物名で絞ることができます。これもコロナウイルスに感染した、人やマウスとかの情報も含まれているので、新型コロナウイルスのデータだけ取りたい場合はこちらで絞り込むことができます。でまたこの関連するデータベースで何件登録されているかというこの件数も表示されますし、そちらのデータに、選んで見ることもできます。さらに便利なのが、アドバンスサーチになります。こちらの下にアドバンスというところがあるので、ここから見ることができます。項目は、SRN エクスペリメントやランに関するメタデータから選ぶことができますが、非常にこの項目が分かりやすく選ぶことができて、で、オーガニズムの情報でも検索ができます。例えば、人のデータを検索するときに、このように学名分かっていれば出ればいいんですけど、ちょっと綴りに自信がないなと思っても、このインデックスリストっていうのが非常に便利で、途中までの情報でリストを出してくれます。正しいのはこのホモサピエンスなんですけど、ちょっと間違えたタイプをしたようなデータも、同じ件数で表示されているので、これは同じものとして検索できるということが分かりますので、その辺の補助的な機能が、非常に優れています。で、項目は、この and や or not で、ワードを指定することができます。また、例えば、公開日とかの日付の指定ができたり、こちらで追加することもできます。例えば、ソースで、ソースってライブラリーソースなんですけど、あれちょっと一瞬わからないときは、インデックスリストを、選ぶと、選ぶことが、項目を出すことができます。NCBI では、その資料にありますように、フィルターとプロパティという項目の指定を、お勧めしていまして、フィルターでは、パブメドとか PMC とか、アセンブリなどの相互参照されている SRA レコードを検索できるようになっていまして、例えば、このように SRA と PMC あるもので調べると、こちらもインデックスリストを押すと、これだけの、検索数で、得ることができるのもわかりますし、他のタクソノミーとか別のデータベースとの関連もこちらで調べることができます。また、プロパティーズというのが、規定項目で検索を絞り込むことができて、先ほどシーケンサーの、ですね、機種で、プラットフォームっていうのは、選ぶことができるんですけど、より細かい機種名は、ちょっとここでは指定ができないので、プロパティというところで、インストゥルメントを押すと、例えばイルミナのハイセックとか、ノバセックを
調べたいと思ったら、ここまで打つだけでも、目的のやつを選ぶことができます。これで一度サーチをしてみます。すると、このように結果が出てきます。で、まあ、こちらから、同じように検索もできます。さらに、先ほどは SRA のメタデータ情報で、絞り込みができたんですけど、例えば生物の情報でもっと詳しい絞り込みをしたいというような場合は、バイオサンプルのホームページの、アドバンストを使うことができます。まずこちらからアドバンストを選んで、例えば、マウスの代表的なストレーミーである BLB/C で、検索をしたいといったような場合は、そのストレインとかの情報というのは、バイオサンプルで、項目がアトリビュートとして登録されていますので、このアトリビュートを選んで、で、このアトリビュートネームっていうのはストレインとか、項目の名前だけなんです。属性名だけなんですけど、アトリビュートと選ぶと、属性名と値のセットで、ストレインに何が、どういう値が入っているということで調べることができます。例えば、ストレイン BALB を入れて、インデックスリストを押すと、同じようなものがたくさん出てきて、目的のはこのスラ C なんですけど、スラ C から派生したこのスラ J っていうのも一緒に検索したいといった場合は、コントロールキーを押しながらクリックするだけで、オア検索で、指定することができます。これで、一旦サーチを押すと、バイオサンプルの結果が、絞り込んで表示されます。こちらはバイオサンプルアクセション番号があるようにサンプルの結果なんですけど、ここに紐づいている SRA データを取ってきたいというような場合は、右側の Find Related Data から SRA を選んで Find Item を押します。そうすると、検索されたエクスペリメントの結果が表示されてきます。ちょっとこの生物情報を見てみると、マウスだけではなく、マウスメタゲノムの方もデータとして含まれているのがわかりますので、で、多分、マウスメタゲノムっていうのはホストのストレインの情報を出してしまっているんだと思うんで、これを除きたいという場合は、マウスの結果だけを、絞り込みます。そうすると、このように、だいたい990件ぐらい、絞り込むとかことができました。で、この絞り込んだ結果は、このエクスペリメントのリストで出てくるんですけれども、ちょっと全体像が把握しにくいですね。それで便利なのが、ここにあるランセレクターという、もので、テーブル形式でその対応関係を出してくれる便利なサイトがあります。こちらが出てくるときはここから行けますし、ここでランセレクターというのを選んで、この結果をランセレクターで見ることができます。すると、このように、多くのデータが、表形式で表示することができるようになります。で、これが、対応関係、ランとプロジェクト、サンプル、そして、それぞれ持っている情報を、出してくれていて、対応関係も、わかりやすくなっています。で、一つ、ENA の表形式と違うところとしては、サンプルの細かい属性も全部込みで
ここに表示してくれます。ですので、とても、なんでしょう、データが見やすい形になっています。でさらに、ここのナンセレクターの中でもフィルターを使うことができます。で例えば、マウスなので、どんな措置から取れてるかっていうのを、ここでチェックするだけで、あんまり組織名が登録されてないのが多いですけど、例えばこの肺のデータだけ興味があるとすると、こう簡単にそのデータだけ絞り込んでくれます。このようにして出した結果は、メタデータのリストやアクセションのリストを、CSV の形でダウンロードすることもできます。ここで細かくこう必要な分だけ取ってセレクトしたやつだけをダウンロードすることもできます。で、上部には共通の情報がそれぞれ記載されます。ここまではメタデータを使って SRA に関するデータをたどるというところだったんですけれども、NCBI のサイトの優れている点の一つとして、SRA に登録されたアライメント情報をビュアで表示するという機能を紹介したいと思います。SRA は生データとして、ファストキューとアライメント情報が入った BAM の登録を受け付けています。BAM ファイルが登録されている場合は、そのアライメントの情報をリファレンスと、アライメントされた情報をブラウザで表示することができます。例えば、ですね。あともう一つ便利なところは、アドバンストサーチの便利なところは、これまで検索した結果を、利用できる、検索した、絞り込んだ、そのクエリーを利用できる点があります。人のデータで、RNA-seq というちょっと大きな、RNA-seq ではありません。トランスクリプトミックというので、検索してみます。そこの大きな結果から、この左側のところにアラインドデータっていうのがありまして、こちらで BAM ファイルを登録したものを絞り込むことができます。こちらが BAM ファイルが登録された欄のデータの表示のところ部分になるんですけれども、例えばこれですと、この BAM ファイルのアライメントに使ったリファレンスは、ここにアセンブリーのアクセション番号が出てまして、これは GRCH38P13 のリファレンスに対する番号になっていますので、そちらの、をリファレンスとして使用していることがわかります。で、カバーレッジが 6.9 かけで、アライメントされてないリードが 8% くらいあるというような情報もこちらに、表示されています。でここにアライメントというタブがありまして、で、NGS データ、生データとアライメントされた情報をここからゲノムブラウ、ブラウザ上で見ることができまして、で、まずそのシーケンスビューアーというもので見るんですけれども、その初期表示するその染色体の番号をここのリファレンスというところで選びます。例えば今回は興味がある染色体番号が 2番だとしたら2番を選んで、こちらから、シーケンスビューアーを選びます。で、ですね。これだと、この欄だけの表示ができるんですけども、例えば、この、欄に関係するスタディにくっついているすべての、BAM ファイルを表示してみたいときはこちらで、ちょっと28個ありますけど、並べてみることもできます。
ちょっとこちらでシーケンスビューワーを押します。そうするとこういろんな情報が出てきまして、この上の部分が2番染色体の、塩基座標が書いてあって、この下に、ジーンズというトラックでいろんな遺伝子の情報が、出ているのがわかります。で、いろんな情報がある中の、この一番下の SRR 番号が書いてあるところが、SRA に登録された BAM のアライメントファイルをこうブラウザで情報を表示している部分でして、これをこの他の電子の情報などと比較して並べてみることができるようになっています。NCBI ではアーカイブするデータボリュームが増加していることを受けて、SRA データをパブリッククラウドで提供し始めました。Amazon の AWS と Google のGCP の2つのクラウドが利用できます。クラウドでは高速にデータのダウンロードができて、登録者のオリジナルのデータファイルのアクセスも可能にしています。また、必要なデータ検索もクラウド上で実行できるように、Amazon は Athena、Google は BigQuery という名前で、SQL による SRA メタデータ検索ができるサービスも提供し始めています。これらの検索サービスの実行や結果の保存は有料となっております。このように大規模解析をする方にも有用なサービスを NCBI は続々と提供しています。検索方法の説明の最後に、新型コロナウイルスのデータ関連のデータポータルサイトを紹介します。近年の新型コロナウイルスパンデミックの状況を受けて、NCBI や EBI を中心とした EU のグループ、そして日本でも新型コロナウイルス関連データやサービスを集約して提供するデータポータルサイトを昨年公開しています。先ほど新型コロナウイルスのキーワードで検索することを紹介しましたが、ここで紹介するサイトを利用することで、簡単に目的の新型コロナウイルスのデータにアクセスすることができますので、興味のある方はこちらもご利用いただければと思います。それでは NGS データを DRA 登録する方法を紹介します。まずはデータファイルですが、BAM か FASTQ ファイルでの登録が一般的です。BAM ファイルに関しては、アライメントされなかったリードを含めることを推奨しています。また、リファレンス配列がある場合は、BAM ファイルのヘッダー行の SQ 行の SN 値とリファレンス配列との対応表が必要になります。リファレンス配列は INSTC か RefSec のアクセッション番号、バージョン番号付きのアクセッション番号を、輸入する必要があります。この対応表はパブ区切りテキストファイルで用意して、MAM ファイルと一緒にサーバーにアップロードします。FASTQ ファイルでは、ペアリードはペアごとに分かれているファイルの登録を推奨します。圧縮する場合は GZIP か BZIP2 で行ってください。続いて必要なメタデータ情報ですが、まずは登録者情報として、データを登録する方が、その DDBJ から問い合わせに対応できる方を登録者として、記載して連絡先などを書いていただいています。登録者は複数指定することができます。データ登録は基本的に研究責任者の許可のもと行っていただきたいので、学生さんが登録する場合は、
PI の方を登録者に含めていただいております。続いて公開予定を指定します。データは登録後すぐに公開することもできますし、定期間非公開を選択することができます。 DRA の場合は公開予定日を4年以内で指定することができます。これはよくあるケースでは論文を投稿する前にデータを登録してアクセッション番号を取得して、で論文が無事アクセプトされたらデータを公開というふうにご連絡いただければ公開することができます。公開予定日はいつでも登録後いつでも変更ができるので、4年後に指定してもそれより前に論文が出れば早めることもできますし、なかなか論文が出ないような場合はその後どんどん延長することもできます。ただしその管理をしっかりしていただくように、お願いしております。続いてプロジェクト情報です。バイオプロジェクトに、記載する内容ですが、その研究のプロジェクトのタイトルや概要、どんな研究かを説明する内容と、あと、研究費の情報などを、入れていただきます。またこの配列データに対する生物学的な情報はバイオサンプルに登録します。生物名は NCBI タキソノミーデータベースに登録されている種レベル以下の学名を、記載します。でそのサンプルが得られた環境の情報や、特徴、また何か実験的に処理をした場合はその処理条件などを詳細に記載できます。またエクスペリメントにはシーケンス用のライブラリー情報やシーケンサーの機種名、またリード帳が必要になります。そして、その SRA メタデータの構成を見ていただいたんですが、その構成を登録の前に、頭に思い描いておくと登録はスムーズになります。最もシンプルなサンプルが一つのケースは迷うことはないと思うんですけれども、複数のサンプルを解析した場合とか、レプリケートがたくさんある場合とか、あとそのシーケンサーを変えてランを何回もやったとか、そういう場合は、サンプルは何個必要で、でランはその何個必要になるかとかいうことを少し押さえておくと良いです。注意が必要だとすると、そのサンプルの数の設定と、欄の数ですけれども、欄は、ペアのファイルは一つの欄に含めるということになっていますので、ファイルが2個あるから欄が2個というわけではないということに注意する必要があります。そして、DRA は一つのそのサブミッションという単位で登録を完結しますが、そのサブミッション、一つの一回の登録に入れる、オブジェクトは、その公開の時に同時に公開される点に気をつけて、いただきたいです。論文でやっぱりこのデータは公開しないかもしれないとか、その別の時期に公開する予定があるとかもすでに分かっている場合はサブミッションを分けて登録していただくようにお願いしたいです。そしてそのサンプルの流度というところで、そのいくつサンプルを作ればよいかというところをちょっと悩まれると思うんですけれども、その、基本的にはここに書いてあるように、個体が異なる場合とか、そのバイオロジカルテクニカルレプリケートでも別々のサンプルとして登録して、いただいています。もちろん組織が異なるとか、その処理のタイムポイントが異なるとか、処理が異なるときももちろん条件としてそのデータを別々に扱うべきというものは、ここでサンプルとして分けて、登録して、いきますので、必要なサンプル数というのをそこから考えて、いただきたいです。で、具体的な登録手順、DRA の登録手順としては、
まず、DRA などの登録システムである D-WAY というシステムなんですけども、そちらのアカウントを取得していただきます。その後、DRA の、そのサブミッションの新規登録というものを、行って、こちらで作成した、サブミッションに対して、データファイルを転送していきます。その後、メタデータを登録していきます。方法として Web ツールでの作成か XML ファイルをアップロードするの2つの、方法を選んで、登録を行っていきます。で、データファイルとメタデータがアップロードされた後にデータファイルの検証処理というものが行われます。これはファイルの破損のチェックとか、その SRA ファイル、アーカイブ用の SRA ファイルを作る SRA ツールキットによる処理というのが行われまして、そこで検証をいたします。で、その検証処理が成功するして無事に SRA ファイルが作られますと、アクセション番号を発行できる状態になります。それでは具体的に登録の手順を見ていきます。まず D-WAY アカウントを取得します。 D-WAY は DDBJ センターに DRA を登録するための、ウェブ登録システムですけれども、まず氏名とイメールアドレスで、アカウントを取得します。そうするとバイオプロジェクトとバイオサンプルを登録することができるようになります。 DRA と DA を登録するためにはアカウントに公開鍵とセンターネームを登録することで、DRA を登録するメニューが出てきます。で、ここでセンターネームというのは、SRA が組織上に運用上割り振っている略号です。例えば、遺伝研ですと NIG とかそういう略号を割り当てています。それはアカウントの登録で組織、所属組織のフルネームを入れていただくと、割り当てられた略号が出てくることで、大体皆さんは登録ができます。で、公開鍵は、秘密鍵とペアでユーザーの認証に使用されるもので、データファイルは、ファイルサーバーに CP などで転送するんですけれど、そちらの、ユーザーの認証に使用されるものです。で、それをアカウントに登録する必要があります。D-WAY にログインして、DRA の登録メニューをした、に進んだ場面がこちらになっていまして、ここに New Submission というボタンがあるので、そちらをクリックすることで、自分の登録するサブミッションの ID が作られます。で、このサブミッション、というのは、メタデータとしてもあるんですけれども、そこに記載する情報というのは、登録者情報、氏名、アドレス、所属名などと、あとそのデータの公開の指定ですね。その即日公開なのか、公開予定日を指定して、いきます。で、データファイルの転送を行うんですけれども、さっきもちょっと言いましたように、そのファストQやバムファイルなどのシーケンスデータファイルを、ウェブ上とかではなく、ファイルサーバーの方にアクセスして、先ほど作成したサブミッション ID に対応するディレクトリにアップロードしていきます。で、データファイルの転送が終わりましたら、また D-WAY の方に戻っていただいて、メタデータを登録していきます。で、その登録方法が今2つありまして、1つは Web ツールによる方法です。で、この D-WAY にので作成したサブミッション ID に対応するその登録画面になるんですけども、ここのボタンをクリックすると Web ツールでその D-WAY からバイオプロジェクト、バイオサンプルを一連の流れで登録する画面に移ります。で、これはすごくその一連の流れで登録できて分かりやすいんですけれども、ちょっと動きが遅いっていうちょっと難点が今ありまして、件数が少ない場合は対応できますので、そちらで登録を進めていただくのが良いと思います。ちょっと
このサンプルの数が100件以上とか数が多くなるとちょっと動作が遅くなってしまうので、XML ファイルをアップロードする方法も用意しています。でこちらはDRのウェブサイトにその方法も載っているんですけれど、その説明サイトから Excel ファイルをダウンロードして、でそこにその必要な情報を記載して、で そこからその、XML 生成プログラムを、この Docker やシングラティコンテナを使って動かせるようにそのコンテナを用意していますので、それを使って Excel ファイルから、XML ファイルを生成して、そのファイルをこの D-Way の画面からアップロードするという方法になります。でこの場合はバイオプロジェクトとバイオサンプルのアクセッション番号が必要になるので、この DRA のメニューではなく、バイオサンプル、バイオプロジェクトのメニューからそれぞれ内容を登録して、アクセッション番号を得た後に、Excel ファイルにその内容を記入していくというような形になります。ちょっとその Docker とかシングラリティとか耳慣れないとか使い方がわからないというような方は、まず Excel ファイルを落としていただいて、ちょっとこちらでフォローしながらということも可能にはなっています。続いて、バイオプロジェクトの登録なんですけれども、その D-Way の登録画面からバイオプロジェクトのメニューに出ていただいて登録することができます。基本的には登録者情報を公開の指定で、バイオプロジェクトは公開予定日を指定する欄がなくて、単純にすぐ公開するか、配列データが公開するされるまで非公開にするかというところを指定します。でバイオプロジェクトや、後で説明するバイオサンプルは配列データにくっついていますので、基本的に、そのデータが公開されるとこう連動して公開されるような仕組みになっています。で、ここではプロジェクトのタイトルや概要とか言及費の内容、プロジェクトのタイプ、そして大まかな生物情報などを入れていきます。続いてバイオサンプルの登録ですが、同じように D-Way の登録画面から登録していきます。サブミッターの情報と公開指定はプロジェクトと同様で、登録者などは別に設定することができます。続いてそのサンプルタイプを選ぶんですけれども、ここがパッケージと呼ばれるものを選ぶところになります。大まかにそのサンプルの種類によっていくつかのパッケージが用意されていまして、ここに出しているのはゲノム、メタゲノム、マーカー遺伝子の登録で大まかな生物分類情報、バクテリアとか真核生物とかウイルスとか、そのような単位で分かれていたり、メタゲノムとか、そういうものを自分のデータに適切なものを選択して次に進みます。で次の画面でその具体的なサンプルの情報を入れていく、TSV ファイルのテンプレートファイルをダウンロードすることができまして、そちらに、このようなちょっと例の形で、1行目にその属性名のセットが、自分の選んだサンプルタイプに適した属性のセットが出てきますので、そこに1行1サンプルで自分のサンプルの情報を、記入していきます。 TSV ファイルなのでFL などのファイルで編集して、TSV ファイルに変換してアップロードということが可能になっています。で、ここでは 1サブミッション、1サンプルではなく、複数のサンプルを登録することができて、このように下にずらずらと、サンプル複数の情報を書いていくことだって、複数登録することができます。そしてそのサンプルの属性っていうのが何を示しているのかが、たくさんそのテンプレートファイルにはたくさんの属性名がずらずらと記載されていて、一体その属性が何を示しているのかっていうのがわからない場面があると思うので、その説明はこちらのバイオサンプルのウェブサイトのサンプルアトリビュートという箇所から、その
細かい説明を見ることができます。また、こういうのは登録例があると多分分かりやすいと思いますので、こちらに示したリンクから登録例も見ることができます。これが、Google のスプレッドシートで、示している登録例になっていますので、パッケージごとにも、どういう内容を入れたらいいかっていうのを参考として載せていますので、こちらをご覧いただきたいと思います。続いて、リアレンのエクスペリメント欄の作成なんですけれども、先ほどのように、説明したように、Web ツールによる登録では、その画面に従って内容を入れていきます。ライブラリーの情報ですとか、その対応するバイオサンプルのアクセション番号、そして、機種名、そして、このスポットレングスというのは、リードの長さを、入れるところなんですけど、イルミナの場合はそのリードの長さが一定に決まっていますので、ペアだったらその両方を足した長さをここに記入していきます。ただし、他のシーケンサーは長さが決まってない場合とか、イルミナの場合でも、アダプターのトリミングとかそのような処理を行ったものも別に受け付けていますし、そのような場合は、長さが一定ではなくなりますので、この長さはリード長の平均とかを入れていただいています。続いて欄を指定する画面、欄の内容を記入するんですが、主な内容は対応するエクスペリメントの、番号って書いてしまいましたが、エリアスですね。なんでしょう。アクセション番号ではなくて、エクスペリメントに振られた連番の番号を指定していくような形です。で、データファイルの MD5 というものを取得して記載しています。で、この MD5 というのは、ファイルに付けられたハッシュなんですけども、そのデータを、CP などで転送する際に、特にファイルサイズが大きい場合とか、通信環境が悪いときとかなどに、転送途中で破損するということが、可能性が出てきまして、でそういうときにそのファイルが壊れてないかをチェックするのに使っています。そういうのをここに記載します。あと、ファイルタイプ、ファストQなのか、BAM なのか、そういうものも記載します。で、これは DLA 独自のポイントなんですけど、先ほど言ったように、長さが一定の場合は、ファイルタイプ、ファストQというものを選んでいただくんですけど、その長さがトリミングなどで変わったりとか、SQL とかそういう、長さが一定ではないリードを持っているファイルの場合は、ファイルのファストQの場合は、ファイルタイプはジェネリックファストQというものを選んでいただくと、エラーが起こらないで次の検証処理を進めることができます。そして、そのメタデータとデータファイルのアップロードが終わりましたら、Leeway の登録画面からこのバリデートデータファイルというボタンで検証処理を必ず行っていただきます。これが行われないとアクセッション番号が発行できませんので、ちょっと忘れずにやるポイントとなっています。で、ここでデータファイルの形式とメタデータの整合性が検証されて、アーカイブ用の SR ファイルが作成されていきます。検証処理が終わりますと、DDBJ センターの方でキュレーションがありまして、問題がなければアクセッション番号が発行されます。こちらの Leeway の画面にも発行されたアクセッション番号がリストされて見られるようになります。論文にはこのアクセッション番号を記載するんですけども、バイオプロジェクトやバイオサンプルの番号ではなく、DRA で発行された番号を、引用するように推奨しています。これで、論文が公開されたりとか、自分の、公開したい時期が来ましたら、データを、先ほどの Leeway からも公開を指定することができて、データが無事に公開されますと、先ほどの検索サイトなどで、データが、検索できるようになります。DDBJ センターから公開されたデータは、NCBI の SRA にまず送られて、そこからまた ENA の方に送られて、どこの検索サイトでも
データを、見ることができるようになります。以上で、講義を終わります。ご清聴ありがとうございました。